はい、皆さんこんにちは、レクセニー講師の雲野です、令和3年、10月11日令和3年の筆記試験、司法書士試験ですね、司法書士試験の筆記試験の合格発表がありました。まずは合格された方、本当におめでとうございます。皆さんの努力は本当に報われたと思います。今日はですね、この令和3年の筆記試験の合格発表を受けまして、新宿エルタワ本校、私のですね、通学クラス初級コース、新15ヶ月合格コースの初級コースで学んでくださいました、小泉さんをお迎えいたしまして、一発合格のですね、小泉さんをお迎えいたしまして、いろいろお話を伺っていこうと思います。それでは小泉さん、自己紹介、よろしくお願いいたします。はい、令和3年度筆記試験一発合格しました小泉弘樹と申します。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。はい、小泉さん、司法書士を目指した理由を教えていただきたいと思うんですけども。はい、はい、私はもともと前職で貨物船の船員をしていたんですけども、やっぱり長期的にその仕事に出て、なかなかその不規則な生活をしている中で、これからこう自分がこれから先の人生であったりだとか、そういったところを考えたときに、どういった仕事をしていくべきかなというふうなことを考えて、でまたその新たにその一般企業にこう就職し直すのか、それかこう何かこう資格を勉強してこう自分でこの独立して商売するできるようなこうスキルを身につけようかと考えたところで、司法書士を選ぶことにしました。貨物船に乗ってらっしゃったんですよね。はい、貨物船、ね、はい、1回こう出航するとどれぐらい帰ってこなかったんですか。基本的なサイクルは3ヶ月ぐらい、はい、国内いろんな港を回って、でその後1ヶ月ぐらい休みになるような、そういったサイクルが基本のサイクルでした。じゃあ結構不規則な生活をしてらっしゃったんですね。そうですね、本当にお盆もお正月も関係ないような、はい、生活はしてました。じゃあそういった生活の中でやっぱりこう堅実に資格を取って、はい、で、じゃあそれで司法書士を目指されて、その貨物船に乗ってらっしゃった後は何かしてらっしゃったんですか。そうですね、その貨物船の上の仕事をしたままでは、その集中して勉強することが難しかったので、その後その東京に越してきて、宇野先生の講座に通いながら、一般の企業に就職して、その後それでもまた勉強時間が厳しくなってきて、一旦その司法書士 の個人事務所の補助者をして、で最後の半年間は専業でやっていたというような形になります。じゃあ東京に引っ越してこられて、司法書士を受けるにあたって予備校を選択されたと思うんですけれども、はい、結果的にレックを選んだ理由を教えていただければと思います。はいはい、レックを選ぶ上でその一番分かりやすい理由は、やっぱりその受講生がすごく多いところがまず一つ挙げられるかなと思うんですけど、それの他に私の中で一番その大きな理由としては、そのやっぱり選んだこの先生の授業をかなり長い時間聞くことになると思うので、そのどの先生の授業がいいかなっていうところが一番大事なところで、それで YouTube の方でその無料で公開されているその他社さん の動画であったりとか、雲野先生の講座もかなり YouTube でも出てると思うんですけど、 そうですね、はい、それで雲野先生の授業が一番いいなということで、レックに決めました。じゃあですか、その後ちょうどそれはあれですよね、今から、今2021年ですから2019年の秋以降っていう形ですかね。そうです ね、そのぐらいの時期かなと思います。今レックでは15ヶ月合格コース、だいたい秋に始まるクラスと春に始まるクラスがあるんですが、はい、小泉さんは秋に始まるクラス、2019年の秋から冬にかけてのスタートで、はい、2021年次の次の年の、合格を目指したクラスでしたよね。はい、じゃあもう通学クラスを選ばれて、ずっと通学こう通って来られました。はい、もう基本的には休むことなく一定 のサイクルで通えたかなとは思ってます。ね、よく存じてます。通学クラスね、前にいらっしゃいましたので、はい、それいつも秀逸な質問をしてくださってたんでよく覚えてるんですけど、では筆記試験の一発合格、今本当に昨日の合格発表なんで、全国にどれぐらい一発合格の方がいらっしゃるか全然わからないんですけど、
ちょっと、あまりそんなに多い人数はいらっしゃらないのかなという気もしないでもないんですね。ですから非常にだからもう稀有な存在でいらっしゃると思うんですが、一発合格した秘訣をこう教えていただければと思います。はいはい、もう私が思うところとしてはその自分の判断で余計な勉強をしなかったところがその一番今の時点で思うところで大きかったかなと思います。もう雲野先生がそのやらない方がいい、やらなくていいって言ったところはそのやらない方がいいと思ってずっと受講していたので、最終的にはそこが、ギリギリ届いた理由なのかなとは思っています。いやでもギリギリじゃなかったですよね。いやどうしよう、まだ差し支えなければ卓一の点数を教えていただけるとありがたいんですが、午前科目は、午前が32問。32問、はい、で皆さんあれですよ、3問しか間違えてないんですよ。午後は、午後が26問でした。そうするともう基準点プラス何問上乗せになりますかね。基準点プラスだと9問択一で稼いだ。今年27.5 点上乗せが、合格点でしたのでね、そうすると9問だと3×27でもう択一だけでほぼ上乗せ点を確保してらっしゃった。でもあとは記述は基準点さえ、クリアしてしまえば。でも記述もよくできましたもんね。受けてきた後は大丈夫かなとは思って採点はしました。だったらもう本当に一発合格まぐれだっていう方もいらっしゃいますけども、彼に関してはもう絶対にまぐれではないなというふうに思っております。では今までレックで勉強されてレックで、選んでいただいて良かった点を簡単に、お話しいただければと。もう一番受講しながらも、試験終わった後の今でも思うところはその模試とかのスケジュールが全部こう完全に組んであって、あとその講座の途中で送られてくる教材とか そのボリュームがもう試験勉強する上で十分だと思うので、もうその自分でその足りない教材を探したりだとかそんなことを一切せずにその勉強することだけに集中することができたので、そこがもう選んで一番良かったなと思う理由ですね。じゃあもう六法とか以外はもうレックの教材だけだった。もうそうですね、その条文見た方がいいって言われた時以外はほとんど六法も開くこともなかったので、条文はほぼブレイクスルーだけで。そうですね、テキストに書いてありますからね、ブレイクスルーテキストにね。はい、それでは今日は小泉さんにわざわざ今日いらしていただきまして、これから司法書士を目指す方、多分、この合格発表を受けて、自分もやろうと思っていらっしゃる方たくさんいらっしゃると思うんです。司法書士本当に今、なんでしょう、全体的に非常に景気がいいという言い方はあれですが、司法書士の業界がすごく元気があるんですね。ですから司法書士に興味を持ってくださっている方、たくさんいらっしゃると思います。じゃあ小泉さん、ぜひこの1年ちょっとの勉強で司法書士の筆記試験合格された、ご自分の経験を踏まえて、これから司法書士を目指す方へ、ぜひ貴重なメッセージをいただければと思います。お願いします。はい、司法書士の資格の大きな特徴の一つとして、やっぱりこう受験資格がないっていうところが一つ挙げられるかなと思います。私のようにその完全にその法律の業界と関係ない業界にいた人でも、その自分自身がこう決意さえすれば誰でもチャレンジして誰にでも受かるチャンスがある資格だと思うので、ぜひこう興味を持った方というか、もうぜひこうチャレンジする価値は本当にあるのかなと思います。はい、どうもありがとうございました。はい、今日はですね、令和3年の筆記試験、本当に昨日10月11日に合格発表をされたばかりです。今日は小泉さん、を迎えまして、貴重なお話をいただきました。ぜひですね、レックでは司法書士を合格目指して勉強しようという方を、全力でサポートしておりますので、この動画をご覧になって、興味を持った方、全国のレックの、各本校もしくは、コールセンター等にお問い合わせをいただければと思います。それでは小泉さん、今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。はい、皆さんご清聴どうもありがとうございました。